私はですね、大東市の大東町に来ております。で、今回さっきもおっしゃってましたが、テーマが SDGs。 もう皆さんよくね、もうさすがにご存知だとは思うんですが、改めて SDGs とは何かというと、2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標のことを言うんですね。そして17個の目標で構成されているというものになるんです。ということで、今回私がお邪魔しているのは創作工房一枝家具製作所さんです。お話をお伺いするのは代表の市川さんです。よろしくお願いします。いや、もうさすが工房というか製作所さんなので、入ってきた瞬間いろんな大きさ、そして種類の木材がたくさんあるんですよ。さらには機材といいますか、道具もね、本当に数々種類があるような感じで、やっぱ木なのでね、ここ入ってくるともうまさに癒しだなというぐらいね、木のいい香りがしております。ということで、そうなんですよ、こちら改めてどういった会社なのか教えてください。そうですね、木製の家具の、別注品、オーダー家具を作る、製造と設計と、そういう会社なんです。なるほど。なので基本的には既製品はないんだけれども、皆さんがこんな欲しいなと思ったら全部叶えてくださる、はい、おっしゃる、ということですよね、はい、だから世界に一つの大好きな家具を作っていただくことができるんですが、なんと夢のようですね。はい、今回はテーマが SDGs ということで、こんなボードを作っていただいたんですが、まあもういろんなことを取り組んでらっしゃいます、うん、まずじゃあこの12番の作る責任、使う責任なんですが、こちらでは例えばどういったことをされているんですか？そうですね、自然の素材をいただいて作るので、物を作る責任ということで、その廃材も無駄にしないようにとか、そういうことを心がけています。なるほど、まあ、もう作られている時点でこの12番はね、取り組んでらっしゃることになるんですが、かつ環境のことを考えてされているということです、はい、そして8番、働きがいも経済成長もという部分なんですが、こちらは、そうですね、オーダー家具ですので、はい、一からすべて一人で、職人一人が完成まで作り上げるという、本当にやりがいのある仕事になっています。なるほど、じゃあもう本当に手作業で一個一個されているという、はい、わ、心のこもった家具が出来上がるということなんですが、まあ、皆様オーダーなんですけれども、一体どんなものを作ってらっしゃるのか気になりますよ ね、この後ろにあるのが、ほんのもうオーダーなんで、商品がもうお客様のところに行ってるのでね、これ一部見させていただいておりますが、はい、市川さん、こちらはどういった家具になるんでしょう？これは子供用のソファーですね。で、これはオーダーのものになるんですか？これは唯一うちでこう商品として作っているものになるので。唯一、はい、でもこれが欲しいという方がいらっしゃったら買うこともできるんですね。そうです、この素材でこの色でっていうことは可能です、うん、はい。で、工房の一部にはショールームがありまして、ちょうどさっき後ろに映ってましたこちらなんですが、いろんなこう木で作られた製品がありまして、ここにあるのは全部こちらのオリジナルと、そうです、弊社で作ったものです。で、全部一つ一つオーダーといいますか、他にはないものという、そうですね、一品ものですね、はい、入ってもいいですか？じゃあお邪魔します。うわ、もうなんかこの空間がたまらんな、おしゃれすぎて、なんか温かい愛のある空間なんですが、皆さん、はい、さっきもちょっと映ってましたが、こちらの子供用のソファー、はいはい、見覚えあると思いませんか？見覚えある？私？そう、これはなんと森根木さんにも置いてらっしゃいます。森根木さんにあるやつ？そうなんです。子供ちびっこちゃんがね、いつも座って、はい、階段下のスペースがね、ちょっと遊び場になってまして、あそこで遊んでた。私一回座りたいな思いながらね、私座ったかな、はい、思って座ってなかった。これまあ子供用なんですけど、ミノ、ね、さん、大人でも座れるぐらいの耐久性があるということなんです。そうか、そちらのものやったんですね。そうなんです。市川さん、森幹さんの家具たくさんオーダーで作ってらっしゃるんですよね。はい、そうなんだ。おかげさまで。はい、なので行っていただいたら、お母さんはこういう家具を作ってらっしゃるのかっていう大体想像ができると思います。さらにはこの絵もね、谷口さんも有名な絵本作家さんですが、この額もなんですよね。はい、そうです。額を作ってらっしゃる。家具といっても
額とか、もう本当に言った木だと何でも作れる。そうですね、木工製品ですよ、全般的に。すごいですね、はい、だからこの素敵な絵にぴったりの額が完成しております。そうか、それもオリジナルでね、お願いで。はい、ちかさん、これ椅子？これね、椅子兼本棚になってて、ほうほうほう、こうやって本を立てかけれて、あ、頭かわいい、こうやって本を立てれるんですけど、これはあの京都芸術大学さんと共同で研究して、はい、うん、あの作った商品になります。あ、そうなんですね、はい、なんかこれなかなか珍しい形ですけれども、どうしてその学校の方たちとこう一緒に。そうですね、大人と子供が使える家具みたいなものをテーマで考えていく中で、はい、まあ、デザイナーと要するにこう職人がこう対話しながらものづくりもできたらなというのが一つの課題であったので、はい、まあ、それを学生が考えたデザインを職人が形にするという、かつ大人と子どもがこういかに寄り添いながら使えるかというものをテーマで考えました。あ、だからまさにオーダーメイド家具を作ってらっしゃるからこそできることですよね。そうです、はい、でもやっぱ子どもたちのこう成長を考えてこういったのもデザイナーさんと考えて。そうですね。なるほど。ということはこれですね、4番の質の高い教育をみんなに、はい、に当てはまる、はい、これ以外にもそういった商品ってありますか。まあ、この模様のソファーがまさにそうなんですけども、はいはい、あのこれを大東市の図書館であったりとか子育て支援センターさんに、寄贈させていただいて、はあ、こういろいろ子どもたちに使ってもらっているという。この椅子を、はい、なぜまた寄贈しようと。そうですね、あのこの椅子をこうデザイン設計する段階でその本物というものをこうこだわって、はい、より本物のものが子どもの成長に、いい影響を与える、うん、あの情動的な感情を養うということをこういろんな本で読んだので、はい、それをこう落とし込んで、それをいろんな子どもに使ってもらいたいっていうのを思いとしてあります。すごい、家具ってなんか普通にナチュラルに生活の中で使ってるけど、うん、そういった研究の中では子どものそう成長に対していいものを使うっていうのは大事になってくる、うん、ということなんですね、はい、そしてあの私ね、この奥なんですけど、これなんかまあランドセルとか帽子かけるものなのかなって想像するんですが、これは何になるんですか。これね、あのこれも学生と一緒に考えたものなんですけど、はい、あの子供がいろいろおもちゃで遊んでる中で、うんうんうん、片付けなさいって言ってもなかなか片付けない。そうですよね。そういう時にこのスペースに乗る分だけ置いといていいよと、はい、子供に言ってあげる。そうするとこういろんなものをここにその時遊んでて片付けたくないものを載せるんですけど、うん、そうするとね、あの親がこう後で見て、あ、こういうもので遊んでたんだなとかってことをこう分かるというか、子どものこの思いを親がこう感じ取れるというか、間接的に、うん、そういう商品。すごい、かもおしゃれなオーダーメイド家具作ってもらえるのやったって私思ってるんですが、うん、こちらではもうそれももちろんプラスそういったお子さんにとっての成長とか親との会話が生まれてくるような、確かに、そんなこう中にいろんな思いが詰まってる家具を作ってらっしゃるんですね。はい、でさらにね、こっち行ってもいいですか、はい、ここにほら前橋作りっていうのが看板に書かれているんですけど、こちらはどういったものになるんでしょうか。はい、ね、これがその橋を作るセットになってるんですけど、もともとこういう角の材料をここにセットして、はい、うん、でこのカンナでシャッシャッしていくと、どんどんこういう形になります。わあ、これはなんかワークショップとかね。そうですね、ワークショップ でこれもすべてその製造段階で出る廃材を使っているので、はい、あれ僕無駄のないように、あと何かに役立てるように。ああ、ここにもSDGs ですね。そしてこちら小さなこう細かい木があります、うん、これはこれもそうですね、これを接着剤でつけながらこういうパーツを一つずつ作っていって、はい、で組み合わせると四角くパズルができる。パズル、これも子どもたちが自分で削って遊ぶことができるということで、でこれはもう明らか時計なんですが、はい、むちゃくちゃおしゃれですよ。めっちゃ可愛いね。ね、これもこういった廃材 で、ね、キットになってるんですけど、もっとちっちゃいもの、ちっちゃい、こういうのをこう貼り付けていきながら。うわあ、いい学びですね。そうですね、はい、うん、あとお隣、これ何ですか。これね、木のストローになります。え、ストローですか。
まや穴が開いている。これもこういう薄いスライスした木があるんですけど、はい、こういうのは廃材で出てくるので、これをこうくるくるっと丸めて、はい、これ想像したよりこんな薄いものなのに、ね、あまりしならないぐらいすごいしっかりしてて、ね、また木目があるのでおしゃれですね。そうですね、ね、木に触れる機会っていうのがあるのはすごくいい。さらにこれもパズルですかね。そうですね、これもこう溝の切ってある木を組み合わせるとこういう形になります。これはワークショップっていうのはどうしたら参加できますか。はい、そうですね、定期的にやってるわけではなくて、まあ、不定期で開催しているので、まあ、SNS やホームページなんかをチェックしていただいて、はい、申し込んでいただけるとできるようになってます。はい、ぜひ木に触れる機会ですし、いろんなこともね、教えていただけるということなので、ぜひ一度いろんなものでチェックしてみてください。そして最後にこの SDGs なんですけれども、この7番のエネルギーをみんなに、そしてグリーンにも取り組んでいらっしゃいます。どんなことでしょう。そうですね、弊社で使っている電気はすべて 100% 再生エネルギーを使用している会社さんからいただいているので、うん、まあ、その安い電力屋さんということではなくて、より意味のある電気を使おうということで、そういうことを使っています。なるほど、いろんなこう機械がありますから、多分電気っていうのは普通よりもたくさん使われると思うんですが、そちらも環境のことを考えたところから電気をいただいているという、本当にたくさん取り組んでいらっしゃいます。では最後に皆さんにメッセージをお願いします。はい、まあ、いろいろ今日見ていただいたんですけども、本職は別注家具、オーダー家具を作る会社になってます。会社の理念として、お客様の望むものを作り上げるプロフェッショナルでありたいという思いでやってますので、何かご要望ありましたらぜひともよろしくお願いいたします。はい、もうこんなん欲しいなって思ったらまず相談させていただいていいですか。はい、ぜひとも来てください。はい、もう素敵だけじゃなくてすごく思いもある方なので、すごく素敵なものをね使うことができると思います。ぜひ皆さん訪れてみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。では皆さんにお返しします。